どうも、障害収支マイナス2万円ちゃんです。昨日、宝塚記念の一昨日か予想動画を出したんですけど、結局私はあの予想動画の通り、こちらで馬券を購入しました。はい。負けました。ごめんよ、宝塚記念第53回優勝馬まさかスルーセブンシーズがあこまですごいとは思わなかったです。いや本当にすごかったね。福永騎手、元騎手の予想当たってたね。あの福永騎手のコラムを読んで福永騎手に乗ろっかなってちょっと考えたりもしてたんですよ。乗ればよかった。さすが福永騎手。はい、スルーセブンシーズは今回のメンバーだとダメなんじゃないかなって思ったのが読み間違いでした。はい。そして池添騎手、さすがですね。池添騎手めちゃくちゃうまかったよね。イクイノックスとルメール騎手の後ろにずっといたじゃん。あれはついてってたのかな、わかんないけど。イクイノックスもスルーセブンシーズ。もう、後方だったじゃん。で、最初めっちゃ後方だったじゃん、イクイノックスも。あれこれ大丈夫かってすごい不安だったんだけど。で、最後のコーナー、カーブのところもめちゃくちゃ大外じゃんと思って、これは伸びてこれるのかなってちょっと心配してたんだけど、さすがですね。イクイノックスの伸び、そしてそれについてくるスルーセブンシーズ、あれはすごいね。でもスルーセブンシーズはあそこでちょっと阻まれて前に出れなかったからうちに回して、でそこでさらに抜けてくっていう、もう池添騎手馬みたいな、すごいですね。いやすごい、本当に今日の競馬うわーすごいってなったはい。なので、まあ、負けたけど、もうね、競馬は負けてしまいましたが、面白いレースが見れたなぁと思います。さすが、ブルブルくんの池添騎手はすごかったね。本当に、買わなきゃいけなかったね、池添騎手。はい。ということで、今回もマイナス1000円しましたので、私の障害収支は、マイナス、23,900 円、ちゃんに、なってしまいました。悲しい。前回勝った分がもうなくなったよね。うん。やっぱ競馬は難しいですね。スルーセブンシーズは入れるっていうコメントもちらちらと見たので、今日勝てた人いるんじゃないかな？勝てた人おめでとうございます。で、負けた人は一緒に落ち込みましょう。はい。そして秋まで G1 はありませんが、気が向いたら競馬はやろうかなと思ってるので、その時はぜひ見に来てください。いや、そして競馬のおかげで、まあ割とコンスタントに上げられていた私の動画 YouTube ありチャンネルが止まらないように普通の動画も撮らなきゃなと思っております。はい。なので競馬以外の動画もぜひ見に来てくれたら嬉しいです。動画編集とか動画撮影とか頑張ります。応援してください。という感じで、本日も見てくれてありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。あ、じゃんけんしてない。じゃんけんします、最後に。じゃんけん、ぽい！うふふふふふ。